みんなで防災ウィーク。今日はホームセンターに災害対策グッズチェックしに来たんですけども、はい、まずはどのようなグッズを揃えたらいいですか？災害はいざ起きた時に使い方がわからないとなると困ると思うんですよ。なので普段使いもできて、いざという時には役に立つキャンプグッズを紹介したいと思います。近年北部九州では梅雨時期の大雨による土砂災害が頻発しています。その他にも台風、地震など様々な災害に対して個人の備えが重要となってきます。まずご紹介するのがこちらのテントになります。初めての方でもできるので。なんか思ってたテントとちょっと違いますね。よいしょ。まあ避難所であればパーソナルスペースの確保ができる。身長185センチのジェフでも余裕の大きさで、組み立ては初心者でも楽々。付属の防水カバーを取り付ければ屋外での使用も OK です。テントが用意できましたら、次は寝る場所の確保ということになると思います。折りたたみ式の簡易ベッドになります。よいしょ。あ、気持ちいい。寝心地がいいのはもちろんですが、ベッドが地面や床に直接触れないため湿気や害虫などから身を守ることができます。さらに折りたたみ式のエアーマットと合わせれば避難生活の疲れも軽減してくれそうですね。続いて寝袋なんですが、はい、まずは私が着てみますね。はい、はい、着てみる。まあ、手がこれだけ自由だと、いざという時に物を取ったりとかも。これは便利ですね。こうやってね、キャンプで使うことによって全く無駄にもならないですし、いざ何かが起きた時に慌てなくて済むってことですよね。そうですね。すごい。